踊れー。よし、やったー。プリミティアプレイヤーエールです。今回は空中機雷を作ってみようと思います。空中でとどまって飛行機を攻撃する武器ですね。なんとかドラゴンに当てて撃墜してみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは試しに単なる大きな草を松ぼっくりにつけた火薬で飛ばしてみましょう。そうすると、なるほど、これでも普通に飛びますね。でもまだ落ちるのが早いので、今度はもう少し小さくしてみましょう。うん、飛距離が伸びました。相手を炎上させるミサイルとしては結構優秀かもしれませんね。それでもまだ空中嫌いとは呼べないので、さらに薄切りにして重ねたものを発射してみましょう。おー、風の影響を受けやすくなりました。こちらの角度90度変えて縦にすると、今度はまっすぐ飛びました。そしてさらにこんな感じで四角く組み合わせてみましょう。こうすると、さっきとそんなに変わりませんね。こうやって横向きにするとどうでしょうか。回転しながら戻ってきます。滞空時間を伸ばすために回転させるのはありかもしれませんね。縦回転にしてもなんだか滞空時間が伸びたような気がするので、今度はこうやって重ねた草をクロスして飛ばしてみましょう。おっと、壊れてしまいました。火薬が当たらないようにブーメランのように組み直すと、おー、なかなかの飛距離です。近づいてみると草が燃えながらゆっくり落ちています。ここからさらに滞空時間を伸ばすためにくっつける草同士の角度90度変えてみると、発射した後空中でくるくる回って滞空時間が伸びているように見えます。さらに徐々に草が燃え尽きることで軽くなって落下速度が落ちるので、空中嫌いとして使えそうですね。同じ形のものを増やして連続で発射できるようにしましょう。とりあえず合わせて6つの空中嫌いを作って導火線で繋げた後発射してみます。火をつけると、おー、6発の空中嫌いが順番に発射されてますね。シミュレーション距離の外に行って止まったので近づいてみると、たくさんの草が燃えながらゆっくり落ちています。これなら空中嫌いとしてドラゴンを倒してくれるかもしれませんね。今度は設定でシミュレーション距離を台に変えた状態でもう一度発射してみると、おー、動作は重くなりましたがスムーズに遠くまで飛んだ後ゆっくり落下しているのがわかります。隕石が落ちているようにも見えますね。でも今のままだと狙うことができないので、狙いやすいようにさらに改良していきましょう。こんな感じでグリップと引き金のパーツを追加した後、燃えるゴムをセットして引き金を引くことで発射できます。試してみると、燃えた草が壊れて横に置いていた火薬に引火して爆発してしまいました。さっきと点火する順番が違うせいかもしれないので、左から点火するように作り直しましょう。これならどうでしょうか。さっきと同じように点火してみると、ダメですね。多分少し傾いているせいで炎のエクトが届く距離が変わっているせいだと思います。ちなみに私が手で持ってみると、やはり草が壊れながら激しく暴れてしまうので、この空中嫌いで狙い撃ちするのは難しそうですね。しょうがないので、この仕組みは諦めて、他のものを考えましょう。今度は、以前作ったヘリコプターのテールローターの残骸を利用して、プロペラ式の空中嫌いを作ってみます。こんな感じで、プロペラと火薬と木、マズボックリを組み合わせて、傘のような物体を作ります。これが空中で回転しながら、ゆっくり落下することで空中嫌いになるわけですね。ついでに時間経過で爆発もします。早速試してみると、火薬が重すぎてちょっとしか飛びません。地面に爆発するので
これでは地雷です。今度は爆発の威力を欲張らず、細い火薬でプロペラの軸を作ってみました。これならどうでしょうか？さっきより断然飛んでます。でも、爆発するまでが遅いので、海面でしばらくバウンドした後、爆発しています。これではまだ空中機雷とは呼べないので、1枚の羽に使う草の枚数を8枚から4枚に減らして軽量化してみます。そうすると、かなり高いところまで打ち上げることができました。でも、結局海に落ちた後爆発しているので、まだタイミングは遅いですね。そこで松ぼっくりを4つに割ったものを軸の周りに追加してみます。これで温度が上がって、早く爆発するんじゃないでしょうか。早速試してみましょう。発射した後、しばらく見ていると、水面に落ちる前に爆発してくれました。これなら空中機雷と呼べますね。ここから手に持って撃てるように、先ほど作った装置を分解して、そこに空中機雷をセットしましょう。これで持ったまま、狙い撃ちできるはずです。早速撃ってみると、撃つ角度が浅いと爆発する前に落ちてしまいます。まだ爆発までのタイミングが遅いみたいですね。金を狙ってみても爆発を当てることができないので、もっと爆発のタイミングを早くするために軸を短くした後、火薬とプロペラの羽の間の木も取り外してみました。これならどうでしょうか？浅めの角度で撃ってみると、いい感じのタイミングで空中で爆発してくれました。これならドラゴンも狙えそうですね。試しに木を撃ってみると、ちゃんと葉っぱのところで爆発しました。でもダメージはゼロで壊れないので、燃やすことはできません。それでもドラゴンは木の葉っぱより防御力は低いので、当たれば簡単に倒せるはずです。早速ドラゴンを解き放って、撃ってみましょう。飛んでいるドラゴンに狙いを定めたら、空中機雷発射！狙いがずれて当たりませんでした。その後も何度か撃ちましたが、風で流されるせいもあって、なかなか命中してくれません。次こそ当てますよ。よく狙いをつけて発射すると、命中しました。でも残念なことに、木に隠れてあまり見えませんね。今度こそちゃんと見える形で当ててみます。当たれー！よし！やったー！見事に命中して、ドラゴンを破壊できました。しっかり引火して、燃やすこともできてます。ドラゴンに勝つことができて嬉しいです。ここからはせっかくなので、今まで作ったいくつかの武器で、ドラゴンを狙ってみましょう。まずは火炎宝石です。おー！さすが対空用に作っただけあって、当てやすいです。でも引火していないので、もう一度撃つと、よし！今度は燃やすことができました。では次は、ガトリングガンです。炎上効果はないので、破壊するだけですが、ちゃんと当たってますね。さらに、もう少し近づいて撃ってみると、いい感じに連続ヒットして、ドラゴンをバラバラにしています。ちゃんと使えることが分かって嬉しいですね。続いて、リボルバー式グレネードランチャーです。爆発でダメージを与えるので、距離感が難しいですが、しっかり狙うと、中心に命中して、ドラゴンをバラバラにすることができました。奥から手前に吹く風に、ドラゴンの破片が流されてきて、迫力がありますね。残りのハンドガンと AK-47 は、あまり派手な当たり方はしてくれませんでしたが、ちゃんと狙うことで、ドラゴンに命中させることができました。これだけ武器があれば、もし空から攻められても、なんとかなりそうですね。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、空中機雷を撃ってみましょう。スライムの防御力に勝つために、火薬を増量しています。増量した火薬のせいで、ほとんど飛びませんね。それでも、いつも通り距離を詰めながら、何度も撃っていると、やったー！ 735 ダメージ！巨大スライムを倒しました。最後は下にある石にぶつかって、
とどめを刺されたみたいです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた空中キラーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またねー。